いやーマー君結構頑張ったんですが、いい試合でした。マー君したね、いい試合でしたね。まあ勝ったエムギアさんにマクの分まで頑張ってもらいましょう。ここは結構この組み合わせどうなんですか。なんかあんま見ないのもあるんですけど、結構フェイロン側がバイソンはめんどくさいって話を聞くけど、多分バイソン側もフェイロンはめんどくさい、はい、なんか予選で会った時は1-1やったっていう。そうですね。あ、そうなんですか。じゃあこれまあ見どころ、そうそう、見応えありますね。リーグでもこれ当たってたんですけど、結構そのバイソンはちょっとフェイロンがきついみたいな。ああ、じゃあお互いやっぱ嫌ったですね。はい、だからいい勝負になるんかなと思ったんですけど、この試合はどうなんかなみたいな。ターゲットのラストが出し方がうまいんで。そうですよね。まあ、さっきは空中戦やったじゃないですか。そうそう、今回も地上戦の差し合いなんで、まだ全然ゲームが変わってきましたね。削り合いって感じだね。端がすごいきつそう。そうですよね。この位置のジャクレッカーの先端が、まあ、セビ置いてるんですけど、結構やっぱずれずと。バイソンセビが横のリーチ短いからそういうのきついんですか。そうですよね。結構そのなんかまたちゃうなって感じがしますね。からどういくのかっていう。サイレクリーズされたらバイソンが超きつそうですよね。やっぱその中断当てるしか、はい、崩せない。結構フェイロン側のゲージが溜まってるんですけど、バイソン側のゲージはそこまで溜まってないようにですよね、見えるんで、そこどうなるんかなみたいな。あ、確かに確かに、だけどちゃんと全部対応して結構やっぱリードを奪って KO を消せば、待って落ち着いてるじゃないですか。 そうですね、そこが崩せないですね。はい、もうこれは結構お互い硬いプレイヤーなんで、時間を使った立ち回りでなんかじれるんかなっていうのは。そうですね、初手を取ってどんだけ守りきるかっていうのがお互いそんな感じで、ね、はい、見どころと言いますか。20秒経っても何も起きないっていう。そうなんですよね。まだ使うよね、この2人は。ほんま、はい、まだ一発もまだ出してないですもんね。歩いてはいるんですけど、関西でこういう感じの人いないから、まあ、はい、確かに、うん。一応ドグラさんが結構そのまあ組み合わせにもよるけど、結構カニ的な、何もしない。そうですよね、割と好きなんで。30秒、こういう試合新鮮やな。確かにあんまないですもんね、ほんまに。スト4ってこういうゲームっぽいですけどね。はい、これがほんまのスト4なんかも。飛ばなくて地上戦はジリジリする。カニやな。リードは奪ってるんですが、やっぱちょっとゲージがあるんで、はい。あ、マジで繋がらず。めっちゃ遠かったね、今。ストップが重かったし、なんか、やたら距離遠かったですね、今のは。これは、ちょっと、これがこのちょっとリードなんですけど、なぜか端にいるのはバイソンという。あー、そういうとこは待ってて。めっちゃ呼んでましたね。おー、食らったんですけど。これはリードしてるんですけど、なんかちょっとゲージがないんですよね、バイソン。あー、これでかいなー。そうですね、やっぱり、ああ、ガードされてもいい、EX 劣化で、もうあと5秒しかないんで、これうまいですね、ちゃんと待って、めっちゃ待ってる技のなんかバランスがいいっすよ、ね、そうですね、すごいですね、で、EX ダッパス、あの、ダッシュする誘って、そこはガードして、しっかり、そういうなんかバランスがめっちゃ良くて、KOK さん、うまいですね、落ち着きが、ちゃんと対処してる、対応がうまいって感じですよね、ちゃんと相手の技見て、そうそうそう、対処してる感じ、互いやっぱ、その、待つとこしっかり待つんで、組み合わせ的にもどこで差し込んでいくかみたいなのが初手取ってですよ、ね、地味やけどそういう夢ちゃってそうですよね。さっきの試合とかほんまにすぐ痛いのが当たって終わるとかやったんで、今回は時間使って一発を大事にして90秒ですよね。これもまたスパフォーの良さかなとは思うんですけど、フェイロンより見えますね。そうですね、やっぱその足がちょっとなんかゲージ周りが全然フェイロンのが溜まってる感じが。そうですね、同じことしてるけど。そうですよね、フェイロンのが何なんですかね、その劣化剣を出してるから。なんかあ、セビの性能差もあるっぽい、ね、あ、そう、セビがフェイロン側はまあ置けるけど、バイソン側は置きに多分あんまり、はい、そうですね、置いてもリスクリターンなのかなって、多分当たんないっぽいですよね。そうそうそう、横のリーチやっぱ短いから、セビってやっぱまとまったダメージ取れるから。そうですね、セビはまあ2がだったらもうまくる時にも使えるし。そうですね、嵐コードにも使えるし、うん、これね、この劣化系ボードがここでゲージの差がかなりどうしても出ちゃうって感じやね。もう相手はもうずっと劣化系打ってるだけできつい。
どっか出しそうで一回ガードさせたいな。けどレッカ 出すともガードしたらコパンレッカ確定してしまうんで。あ、そうなん。はい、コパン届くんですよ。だからもうコパン出すともめり込んだら打てないっていう。うわあ、きついねこれ。うわあ、結構もう。おお、レッカ。もうコパンレッカ仕込んでるだけですね。すごいな。かなり対策もできてる。対策がすごいっすね。感じですよね。ここまでやっぱなかなかできないですからね。うん。バイソン良くないですね。そうっすよね。あと、ゲージもちょっと溜まってないんで。そう、ゲージがないのはやっぱり。フェイロン側待ちながら。ゲージ溜めたら一応、あのフェイロン側もね、EX ダッパーに劣化合わせられたら、はい、痛いんでね。痛いから、打ちづらくなるけど。ゲージがなかったらもう、ヘッドぐらいしか当たりませんね。かなりきついね。そうですね、その、そこが。出すとも打てないですもんね、もう、セリが強すぎるんで。かなり、40秒でまだ一発ぐらいしか当たってないんで。ケオケさんのゲージがマックスレックからうわ、ミスたんかな今。うわー、これはこれはこのリードがね、すべてですよね。バイソンはこうなったら多分だいぶきついね。うわここ、うわー、投げたけどちょっともうダストの削りで、ケイオケさんの待ちが下がって下がって端まで行くと行かざるを得ないですもんね。そうですね。あうまい、噛み合った。これは時間的にもいいですね。もうバックジャンプかなって。バックジャンプでゲージ溜めてるぐらいで、ももうね、もうゲージ溜めてるだけでも、ただやっぱちょっとゲージがそんなにほんまたまらんなっていうのはありますよね。そこはもう使っていくしかないって感じ。はい、なんとかダスト触れてゲージ貯めたいとこですね。そうっすよね。なんかそこは結構フェイロン的にキヨケさんの周り取りが上手くてなかなか技も触れないって、めっちゃなんか歩きで調節して、ダストスカルとコパン劣化もらう確定ですもんね。めり込んでも確定するから。おお、うまっ。壊しカゴ壊しなのね。あれ、立ち壊しっす。これそうなんや。ジャッキックなんや。これはねリードしてるんですけど、やっぱフェイロン有利。はい、これはゲージ差が広がる。あ、うわー、このねこういう一発一発が当たった時のリターンも全然ちゃうからね。そうですね、1回で走りに行くのに、あっちは100減るだけで難しい。ここめっちゃ先端かぶしていくな。無理やん。一応バイソンがバックジャンプ合わせるって言ってもあるのかな。そうですね、バックジャンプしたらちょっとはリターン取れるけど、うん、きついですねやっぱ。あ、KOK さんのちょっと歩いてちょっと待って弱劣化。うわー、あー、もうこんなされたらもう申し訳ない。3秒減るからな。きついよ、きついきついな。これが安いんだよな。うわー、この後きついな。もういくつ劣化でも削るだけで無理はしない。しかも怖い。いやー、対策でしたね今の試合は。もうほんまに対策がほんまに光ってますよね。はい、ちゃんとキャラさ生かして、うん、しっかりしろ。次はルーザーズファイナル。はい、そのもう一度あれのタイソンさんは